あの、もう散るから、ほら。散るからもう。うん。取ってきた。散ってしまうき。はい。させるとこは最中から綺麗なの。うん。こうかな。こんな感じ。こんな感じだね。これはやりなし。はい。もったいないやろ。綺麗に。まだ綺麗に。これら、もう一日しかのかんね。そうだよね。氷よって。今取ってきたのはどれかわからんなったね。うん。これと、もう花の命は短くてや、本当に。名言やん、それ。花の命は短くて苦しきことなき。ん？苦しきこと。うん。が多かりき。花の命は短くて。うん。苦しきのみ多かの苦しきことのみ多かりき、はい、こっち向いてあれが花の命は短くて苦しきことのみ多かりきっていう、はい、だからこの椿はね、あらら、また落ちた椿はね、うん、うん、小瀬山の椿つら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 に、うん、水つしの花、小瀬の春のっていうあれあれば歌、うん、みんなじゃな、どこやったろ、それはね、おばた、うん、いっつも口ずさんでね、そうなんや。お花行けよ。小瀬山の椿つら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 。五つ品川は小瀬の春の。これはこっち向いたらいかんのやけどね。うん、こっち向いてくれんの。まあええか。続きやったら。ね、花。はい。こう。こっちからこう。はい。これ。これももったいないね。うん。もう入れちょこ、短くにしか取れんわけよ、ラフ、はい、短くしか、これ、まあ綺麗、うん、ね、だん、こっちから取ったきれい、はい、はい、以上です。これ誰かが小さい時の腰がきちるじゃんかってね、うん、やってね。これもね、うん、もうふんだんに、うん、もったいないから、もう入り次第どうでも、はい、入れときます。はい。おじいちゃんは。流儀も何もあったもんじゃない、うん、これ切ってのけたらおばあちゃんがお花習うときはもう本当に、うん、剪定師もあったけどね、 うん、今のは今のお花おばあちゃんよういけん、違うの、今の花はあれやね、うん、違うね、生け方が。おばあちゃん一番先になろうった花は、うん、池の坊や、うん、その次は浮気七分と、その次は未生竜、うん、それで最後が花月、花月竜、うん、
こっちから、こっちから、こっとらねえか。でも入れるね。もったいないき。うん。これだけの花がどうなるか。ほんと差し入れ、差し入れやね。うん。差し入れだな。差し入れ。略して何を言うかわからん。傾かんとって、もうあんたここにおらないか。もういっぱいこれ全部入れる気ね、もったいない。うん、今日一日しか持ったんと思うけど。あ、そうなん。だってもうこんな長いことになって、うん、1週間以上。そうなんやね、うん、こっちか。さあ、これでこんなに余計されちゃったんやね。うん、これ刺す時のコツとかあるの？ここ使うように刺さないかんけど、これはもう、うん、何流ではない、うん、投げ入れ、うん、もったいないから全部入れます。はい、まあこんなに後入るかね。弁当箱と一緒やね。詰め込む違うか。もったいないろ。うん、ね、これまたあの挿し木にしようが。うん、挿し木、あの家中を椿にしたい。はい、うちのひいばあちゃんは椿うんと綺麗だけどね。あ、そうなんや。だってこれ首から落ちるろ。まあこの前は首から落ちたね。だからよ、縁起物よって。そうなんやね、うん、そういう感じ。昔はね、うん、これは何流にしゅうたやろ。おばあちゃん流じゃ、うん、こっちから取っちゃう。これも入れる気ね。どうでも差し込みようよ。うん、もったいないか。はい、これは入れてしまってきた。あ、これ出来上がり？もう出来上がりにする。あ、結局これ全部入れるって全部入れんかったん。玄関はちょっと、うん、けど玄関も手で折ってパシパシ折っていけち。パシパシ、うん。あ、チルちゃんね、チルちゃんも拭いといてあげるから。ここへ 目をつけてあげたらどうなの。いや、やめよう。え、やめよう。うん、一応帰るかね。しんどいだ、同じ位置はね。こうし、今日はまあな、ちゃんとこのこっちから撮っちゃいてね、最後、うん、仕上がりは写真をということやろ。え、なんとなく、うん、思うところに入りません。短かったり長かったり、うん、おいしょ。ああ、よし、取り直しといてよ。上からかね。この辺から。こうかい。ドラ、おばあちゃんに取らして。これあんまり動かして、横向けたりしたらいかんで、うん、あんまり急に動かしていかん。チロちゃん、あ、この辺で、うん、
はい。うん、取っといて。ちょっと悲観と。はい。はい。おばあちゃんのお花、投げ入れでした。おばあちゃん寮。うん。はい。